はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9-2020続きやっていきましょう。1月の1週からと、15年に入ったところですね。ナイトスペシャル引き継ぎなしでやってます。まあ、この辺はレース少ないんですけどね。まあ、結構引退させまして、バラの決勝もね、引退しました。で、まあ、残ってるメンバーはこんな感じ。なんですが、ここなんですよね。日裁判がね、恐ろしいことになってるんですよ、これ。まあ楽しみですね。まあそれまではまあサクサク進めていきましょうか。さあじゃあネクスト。さあアルボラワンダーが出走。頑張ってほしいね。これからはお前の時代だ。うん、頑張ってほしい。さあそして海外ですね。これね、買います。はい。で、エネイブルをね、買いたいよね。はい、買います。エネイブル。虹2枚ね、かかります。ただこれはちょっと買いたい。まあ、繁殖牝馬として使いたいんですよね。さあ行きましょう、ネクスト。さあアルボラワンダーが出走。人気どうすかね。あ、人気はあるね。まあただね、超大物、まあ多かったじゃないですか今年ね。多いっつってもね、超大物もまあ当たり外れみたいなのがあるんですよ。先頭残り 200m。 おー、結構でもワンダーは期待できるね、これ。アルボラワンダーは。よし、いいね。まあ、とりあえずね、大箇所狙いましょう、まずは。まあ、海外はいいでしょう。行かなくてもね。まあ、最近はさ、まあ、最近ではまあここ数年か、まあ、3冠も出てますしね。さあワンダね、ここも出走。まあこのあと休ませて、スピード S プラス、そしてパワー S、 最強。本当にいいのか、本当に。今ちょっと話したばっかなんですけどね。いや本当にいいんかこれ、このままで。ただでもね、菊花賞が走れないんですよね。牝馬で狙いに行ってもいいんですけどね。恐ろしいな、アルボラワンダーで。 NHK マイルカップとか走る馬もね、いないんですよね今年。やっぱワンダーが行くしかないな。国内がローズティアラはまあダートなので、でアルボラワンダーと、あとはさ、3歳がさ、マルガイコレクターしかいないので。そうやね、やっぱ国内ですね。はい、まあ国内行きましょう、アルボラワンダーは。 OK、 じゃあネクストでいいかな。ネクスト。まあ自家製3番のレベルはね、かなり上がってきましたよね。まあもう2015年まで来ますからね。まあ、この辺まで来るとね、まあ、かなり繁殖牝馬のレベルも高いですし、まあ、こんな感じになってくるんですよね。さあ、ゴー。コーナーをカーブして、さあ、これからです。アルボラワンダー。まあ、大丈夫でしょう。負けることはないよ、この能力で。後方から一気にルージュバック、アルボラワンダー。この馬で決まりか。まあ、あとは距離がね、まあ、どれくらい走れるか。まあ、それだけですよ。1着、2着はルージュバック、1番人気に応えました。そして、牝馬ですから。見事です。アルボラ系は続きますよ、まだ。はい、まあ、ここも余裕と。よし、OK。バラの決勝が抜けて、そうやね。まあ、有馬とか誰で取るかっていうのもありますしね。緑変えよう。はい。さあ、絆一つ余ってるんですが、どうしますかね。ダートザパール一つ使ってもいいね。スピードね。スピード使ってもいいですよね。一歳はどうかな。結構いますかね。ロゼカラゴールド。まあいいね。アパパネもいい。まあエネイブラもちろんね。はい。もうこれはもう期待できますよ。アルボラダート。そして。まあ今年ほど良くはないね。まあ悪くないですけど、もちろんね。
ダートザパールにじゃあ一つだけ使っとこうかな。はい、 OK、 こんな感じでいきましょうか。じゃあネクスト。さあローズ流星頑張ってくれよと。一番人気いいね。よし勝った、やっと勝った。どんだけかかったよこれ。勝ちましたね。はい、ん、うんうん、了解。クラブね。さあそしてマルガイ最速、あとはローズティアラが出走。うん、オッケーね。マルガイ最速、絆を使いたいか。最速ちょっと頑張ってほしいですからね。絆、いやないね。うん、オッケー。ね、流星、まあそうやな、スピード F プラスっすよね。これもね、スピードあればね、勝負根性 S プラス、ね、でパワー A プラスと結構いいんですけどね。まあスピード F プラスやね、もうどうしようもない。はい、じゃあネクスト。さあローズティアラが出走、ここね一番人気、まあ勝ってほしいですね。頑張ってほしい、ローズティアラ海外で。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カルペディエム先頭。さあグッと来れるか、厳しいか。続く2番手はオルガンサプライ、ちょっと厳しいか。カルペディエム1着、カルペディエム1着、2着、なんとも言えない感じ。勝ったのはカルペディエム、見事な勝利です。はい、ちょっとま話聞いて。さあそして、マルガイ最速が出走、コマノリッキーね、2番人気は。さあ短い直線に入って、ここからが腕の。さあ最速来てますね。先頭マルガイ最速、先頭ぶっちぎっていくと、よし勝ち。2番手はコパノリッキー、マルガイ最速、この馬で決まりか。マルガイ最速、強い強い、マルガイ最速、圧勝ゴール。マルガイ3億の子最速で、今年あ、北方たる前、ここたるまも追ったか。ここたるまかなり強いですね。さあ今年はこの3億の子、まあ、最速が今こうやって走ってて、プラスね、入ってきますね、超物が3億の子で。それも楽しみね。さあ2週か、お100なった。絆はそうやね、スタミナとりあえず押さえとこうか。さあ最速もね、まあいい感じやよね。G はまあ4つ目か、しかもまあ海外も取ってますしね。でキングザマイル、あとはディスコどこまでも頑張ってほしいね、今年ね。あとはモンジュザパールか。オッケー。よし、じゃあサクサク飛ばしていこう。ネクスト。まあレースも少ないですし、どんどんいきましょう。キングザマイル、そしてモンジュザパール、まあどっちか勝ってくれればラッキー。まあそんな感じだね。ローズティアラ出走と。ネクスト。ローズティアラが出走、ここ一番人気。さあ海外 G2 取れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。フォード先頭。まあぼっちぼっちぼちぼちやね。スピードが足んないですよね。パラドナチュラル、ステラウィンド、ステラウィンド1着、2着にはどうやらパラドナチュラル。やっぱもう一伸び欲しいね。見事な勝利です。今回超物多いですからね。まあ海外もかなりね、走らせますよ。さあ、キングザマイル人気ある、モンジュザパールただちょっと厳しいか、きつちょっとどころじゃなかったわ。はい、マルガイ最速が出走。フェブラリーステークス行くぞ。
予定。マルガイ最速。まあこれ一つ変えとこうか。で絆余ってるんですが、まあ特にね使いたいのはないですかね。はい、まあ行きます。じゃあネクストで。さあ日曜日のレース、マルガイ最速出走2番人気と、まあ、こいつはスピードもありますから。さあグッとね来てますね。よし大丈夫やね。ここで先頭に立ったマルガイ最速、ここも勝とう。国内でね負けるわけにはいかねえ。よし1着、楽しいな。やっぱダートのね、まあ、前からずっと言ってるんですけどね、やっぱダート走れる馬って大事なんですよ。だまあちょっと前なんですけどね、まあ、キングヒゼンみたいなね、まあ、最速もいいですね。まあ国内は安定。さあそしてもう3月ですよ。一番楽しみなね4月近づいてきましたよ。あーそっち、まあそうやね選ばれるよな。そっち行こうか。まあ距離的には走ることできますし、行きますか。さあマルガイコレクターとキングザマイルが出走。オッケー。まあドバイ取ってくれたら嬉しいよね。育成、まあ投資も欲しいですけどね、育成がな。お、どうしたどうした、何やった。6億再び。お、散歩ね。はい、成長を見守っていきましょう。まあ、6億再びね、どうでしょうね頑張ってほしいけどね。マルガイ最速が能力はね、はい、こんな感じ。あ、賢さちょこっと成長しましたね。いいからね、いいプラスになりました。パワー S プラスのスピード S プラスと。うん、頑張ってほしい。よし、じゃあ行こう、ネクスト。さあ、マルガイコレクターが出走の1番人気。ここはいけますかね。さあ、コレクター。さあ、いよいよ直線の攻防、マルガイコレクター。よし、いいね、いい走り。2馬身から3馬身、あと200メートル、マルガイコレクター。強いじゃん。アドバンテージをキープ、後ろはどうか。これ、10番取れるわ。グラブマルガイコレクター、この馬で来ました。マルガイコレクター、ゴールイン。マルガイコレクター、1着2着はアクアナグラム。これは桁外れの強さだ。桁外れの強さよ、マルガイコレクター。よし、やっと勝ちましたね。長かったなこれ。はい、オッケー。キングザマイル、まあこれはネクストで。さあそしてアルボラワンダーが出走。オッケー、バッチリですね。いい感じじゃないですか。よし、行きましょう。でアルボラワンダーね、1300から2300か。ちょっと絆使いますか。スピード、まあスピード上げてもいいね。
2300。まあ、絆使えば問題ないですけどね、ホークス。どうしようかな。いいか。このまま行きますか。はい、ネクスト。まあ、ちょっと2サイバーでさ、超もの多いですし、まあ、なんかちょっと使いたいやつ出てきますよね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラポルツアート、さあ来いよ、グッと来い。内からアルフォラワンダー先頭。負けるなよここで。足色は十分。大丈夫か。残り200。粘れるよね。先頭はアルフォラワンダー。粘ってくれ。100m アルフォラワンダー。ではメリーオース、アルフォラワンダー。よし、大丈夫ね。先頭だ。アルフォラワンダー、アルフォラワンダー。1着。勝ちましたね。2着にはどうやらメリーオース、アルフォラワンダー。見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。1300から走れるというのはいいね。こいつは楽しみやね。さあ次はね、豪華賞いきましょう。さあ3月3週、ディスコどこまでも久しぶりですね。出走、そしてキングザマイルが出走と。 OK、 ライバル豪華賞で会おう。ロゼカラーゴールドの14。どうやったっけ、ロゼカラーゴールド。ああ、まあこれ期待できますね。うん、あ、なんか使う、ロゼカラーゴールド14。ああ、そうですね、まあこの辺使ってもいいですね。一つちょっと使っとこうか。そしてネクスト。さあディスコどこまでも出走、海外は2戦目かな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ外から来てますね。サーストンキャブリウッド先頭。さあディスコどこまでも、まあ、海外もぼちぼち使いつつね、やっていきたいですね。ここで先頭変わってバローナライブ。さあ頑張れ。ただここは厳しい。3、4着着にはどうやらマーベラスフレンドリー。勝ったのはマローナライブ、見事な勝利です。はい、4着と。さあそしてキングザマイルが出走、頑張れ。よし、 OK。 ちょっとローテーション決め直しかな。ディスコどこまでも、そしてローズ流星、あとはモンジューザパール。モンジューザパール無理やろ、3000は。うん、厳しいね。プラス200はちょっと厳しいですからね。さあじゃあちょっとディスコどこまでも決めないといけないですね。うん、まあそれでいいか。ただちょっとね、ディスコどこまでもだと厳しいけど、まあ頑張ってほしいね。でまあ天皇賞ももちろん狙いに行くんですが、で宝塚と。そのだけやっぱバラの結晶が強かったですね。うん、 OK。 そしてモンジュザパールか。モンジュザパールはまあこれは無理なんですけどね。これ無理なんですよ。まあとりあえず行っとくか。そして一周出してからちょっと考えますか。はい、それじゃあネクスト。また楽しみなさ、7月1週近づいてきましたね。さあローズ流星一番人気、やれる。うん、スピード F プラスはね、時間かかりますこれ。はい、まあこれ厳しいよね。さあ、ローズティアラが出走、あとは丸貝最速ですね。まあ頑張ってほしいですね。ちょっと厳しい戦いになると思うんですが、頑張ってほしい。OK、じゃあもうネクスト行こう。さあローズティアラは3番人気。うん、まあネクストでいいかな。はい、4着と。あー強いな、強いわ。メンバーが強力ですね。ビホルダー、そしてトップチャージングマリア、これも強いですしね。でソロ結構おるな、揃っとんなこれ。まあ行きましょう、ダイジェストで。最速もね、能力
高いですからね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。コナラリスト先頭。どう最速なかなかいい。うわ来てねえわ先頭だ。レベル高最後の攻防2番手はコナラリストソロか。ソロ1着、2着にはどうやらシェアドブリーフ。勝ったのはソロ。見事な勝利です。さすがね。いやレベル高えわこれは。厳しい。さらに本当、まあ、特性もそうなんですけどね、やっぱ賢さも欲しいよね。まあ、またちょっとチャンスあったら狙いましょう。さあそして4月の1試合ね。おお来た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 。ちょっとこれちゃんと決めていかないかんね。クラシックちょっと機種もね変えていきたいですね。かぶんないようにしないといけないので、ちょっと決め直そう。まあ、デビューはまあそこでもいいんですけどね。お来たね今年も三冠ザパール。ちょっと壁にしましょうか。バラ一族いいですね普通に。キングアルボラこれも期待できますね。ロゼからゴールドもいいですね。あとはダッツザパールもいいですね。キングザパールいいね。三冠ザパール最高。そしてあキングビューティーもいいですね。うんディスコウィークもいいね。あ K キングオルシノいいね。あ今年もなかなかいいんじゃないですか。うん。さあ、リスコどこまでも出走。頑張ってほしい。変幻自在。さあリスコどこまでも。そしてサトノアラジン。大掛け再び。スピルバーグ。本格化。かつ四強激突。まずは忘れないうちに、デビューですね。デビューが決まったのをちょっと決めていこう。まずはねどうしようかな。3億ワンダーじゃなくてこっちから行こうか。ミネルバクラシック。ミネルバクラシックをずらすか。ただまあ1800で OK なんですよね。6月の4週か。まあ、こっちはなるべく長い距離で使いたいので、まあ、1800で OK ですね。あとは騎手をどうするか。ミネルバクラシックか。ミネルバクラシック、まあ、本当はこの辺を使って有効度を上げていきたいですけどね。そうやね。ミネルバクラシックはこれでいいかな。 OK でずらさないといけないですね。3億ワンダーをずらす。3億ワンダーはね1600でいいんですが、まあこうでいきましょうか。で機種はね、まあ、このままでもいいんですが、とりあえずかぶんないようにしないといけないと。あ能力はだいぶねいいね。よしじゃあやっぱ上がってきてますね。うん。あとはアルボラザパールか。これ期待できるからな。これあれ流れ星、あの流星ですからね。アルボラザパールか。そうですね。ちょっと迷うんすけどね。下も確認しとこうかな。はい OK。 ちょ上行きます。アルボラザパールどうすっかな。
なるほど、ファルか。もちろんこの辺乗せたいけどね。ね、横乗り、いや、オッケー、これで、はい、アルブラザパールは。はい、それじゃあネクストいきましょう。さあ、ディスコどこまでもが出走。5番人気、人気ないですね。里のアラジン、まあ、絆もいて、ヌーボレコルト、うん、まあ有名どころが揃ってると。4コーナーをカーブして、他にもいろいろ揃ってますからね。湘南パンドラ先頭、残り 200m。 あ、湘南パンドラおった、全然俺気づかなかったけど。後ろはどうだ、一気にリサイファ、レアソミュール、レアソミュール、あ、レアソミュールか。1着、2着にはどうやらリサイファ、見事に勝ちました。全然ダメだったね。里のアラジン完敗です。やっぱ2000ダメやな。距離適正は2200からなんですよね。厳しいね。はい、まあ、しゃあないでしょう。そうか、エアソミュールに負けたか。さあ、アルボラワンダ、そしてマルガイコレクターローズティアラ。エアソミュールはシーズだとね、G2 までしか取ってないですからね。鉄板ホース、うん、そうやろ、間違いなくアルボラワンダーだろ。ここはまあリスクをどこまでもはね、まあ、天皇賞、まあ取ってくれたらなって感じですね。ここは取ってほしいですね。まああと宝塚はちょっと厳しいかもしれないですけどね。うん、頑張ってほしい。さあ、アルボラワンダーね、頼むぞ。よし、まあ行きましょうか。ネクストでローズティアラ、人気はないね。さあ、そしてマルガイコレクター、一番人気5着か。まさかの連勝かと思ったけど。さあ、アルボラワンダー一番人気と、まあこれはダントツでしょう。そしてメリーオース、アルボラ三冠の子ね。はい、一応残りはこんな感じ。いきましょう、じゃあ大ジェストで。さあ、直線に入りました。これからの勝負、アルビア。さあ、最後グッと来いよ。後続もやってくる。最後の追い比べ、先頭は。さあ、ここグッと来て突き放していく。このまま突き放せるね。残り100m。2番手はメリーオース、アルボラワンダ。さあ、ワンダ勝利と。アルボラワンダ1着、2着にはどう。まずは1つ目、メリーオース、アルボラワンダ、 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。まあ固く牝馬3冠狙って、では繁殖牝馬としても使いやすくすると。よし、 OK、鉄板ですからこいつは。そして賢い、あ、いいね、いいね、いいね、スピード、はい、育成で。そして4月の3週はね、レースなしっていうか、もう4月はないね。モンジュザパールは絶対に無理だから、それ。まあだからといってなんか走りたいとこないですよね。あー、厳しい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 、メンバー協力っすね。まあここも厳しいけどな。まあモンジュザパールも引退でもいいよね、正直。引退しよう。はい、引退で。ちょっと頭数もね多いですし、もうちょっとバンバン引退させていこう。
はい、それじゃあ次回はね、まあ、今回ここで、まあ、時間も結構来てるので終わりたいなと思います。で、次回5月1週から始めます。種付けからやりたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。